はい、どうもベアンです。グリップラ電車王国インイオンタウンホフのイベント2日目の、終了後のアフタートークというふうな形で、いろいろ喋っていきたいと思いますけれども、2日目もですね、初日同様、いやちょっと多かったかな、初日よりちょっと多いぐらいのお客さんがですね、楽しんでいただきましたけども、本当に機関車トーマスのレイアウトはとにかく人気でしたね。もうこのね、そばもこの台のね縁というかヘリをねずっとまあ子供が囲んでるような感じでして、まあそれで目を輝かしてたのをたくさん見れました。本当ね、その目の輝きが見れるのがですね、ベアン本当ね、本当幸せだなと思いました。まあそういったことができてるんだなというふうな形で実感させていただいたのと、まあこのレイアウト組み立てたのはね高宮さんなので、高宮さんのレイアウトがですね、そのようにお客さん、まあ子供たちに喜んでもらえるものだったっていうのはね、なんか悔しいけどもなんか嬉しいですよね。はい。で、立体レイアウトもね、車両をですね、ちょっと、工夫したんですよね。で、こちら側の方はちょっとリアルな車両ばっかりと、まあ、例えばね、ラピートとか、翼と、あと、アソボーイとか、旭川動物園号とかね、旭山動物園号か、とかっていうね、リアルな車両を、入れてまして、まあ、オーバルはね、上の、この瀬戸大橋のオーバルは、水風や、800系の、ね、ミッキーマウスの800系とか、アルファ X といったね、車両を入れてますけども、こっちはですね、キャラクターもので統一しました。500系の、ハローキティとか、ドナルド、あと、スヌーピー、あとね、もう一個、これですね、リラックマン。で、あとはね、こちらの方に、ウッディの2連を入れたりとかですね、あとは、この一番下のね、このスリンキーがいるところは、このね、保安官トレイン、ウッディ保安官トレインを入れております。で、ここってですね、こっち側の立体はですね、入り口に入ってすぐここが見れるようになってまして、どちらかというと、お母さんとかですね、女の子といった女性の方からね、ほんとこちらの方、コーナーはとにかく人気でして、ね、リラックマかわいいとか、ウーティートレインね、いいねとかって言って写真をたくさん撮られてたので、本当こっちはねもうそれに固めました。で、最初はですね、ラビューとかですね、あとあれですね、レールスターとか入れてましたけども、まあ、その時よりはね、キャラクタートレイン入れた方が喜んでいただけたので、もう良かったなと思います。その車両を変えてね、もうちょっとキャラクタートレイン持ってくればよかったなというふうにちょっと後悔してるんですけども、ミッキーマウスとかね、入れれればもうちょっと面白かったかなと思うんですけどもね。で、やっぱりね、立体の方はですね、大人の方にすごく人気ですね。まあインパクトがでかいんでしょうね。すげーっていうふうにとにかく言ってもらいます。まあ、その言葉を聞くたびにね、ベアニヤ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 今日もしてました、本当。なのでね、マスクがあって本当助かってますよね。こんな感じで、はい、2日目のアフタートークでしたけども、いよいよね、3日目、最終日となってしまいますけども、なんとなくね、このレイアウトを壊すのがですね、なんか惜しいような気がするんですよね、本当。はい、高宮さんの力作でもありますし、ただね、まあ、片付けをして帰らなきゃいけませんので、明日イベントが終了後に、イベント終了後にね、解体していくことになると思います。はい。で、ただもっとね、トーマスレイアウトもっともっと、なんて極めたいですよね、本当ね。今回のもすごく楽しいんですけども、これとかね、伸びる鉄橋とかね、こういうのが特徴があるレイアウト、パーツなので、これをもっともっと使いこなしてね、楽しいレイアウトを作れたらなと。で、高宮さんのね、レイアウトからいろいろ学ぶこともありましたので、いくつかそれを取り入れて、今後のベイアンのね、機関車トーマスレイアウトに生かしていきたいなと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。いいレイアウトだなとか、イベント頑張ってるなとか思われたご視聴者様がおられましたら、高評価、いいねの方よろしくお願いいたします。で、あとですね、チャンネル概要欄の方にですね、この機関車トーマスのレイアウトを組み立ててくれました高宮さんの YouTube チャンネルのリンクも貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧いただければなと思います。はい、ではまね、最終日、明日は最終日、気合い入れて頑張りたいと思いますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。